本日はブレイキングダウンファイターのテル選手がアンポルキア YouTube チャンネルを更新し、その中でサトル選手、ニッケンくん選手について気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。ブレイキングダウン7オーディションにてニッケンくん選手はテル選手に対して、テルくん俺とやろうや、サトルよりも俺の方が強いよ、俺はこれで出れなかったら終わっちゃうんだよ、もう後がないんだよ、運営さんテル君と戦わせてください、お願いします、テル君とタイマンを張らせてください、このチャンスを逃したら本当に次がないので、と発言し、テル選手に対して自らの熱い思いをぶつけ、タイマンを張りたいと気合の入ったコメントを残しておりました。そんな中、サトル選手は自身の YouTube チャンネル内にてテル選手に対して、ニッケン君なんてアンパイとはやらせない、俺がお前を踏み台にする、などさまざまな言葉を用いてテル選手に対しての煽り動画を投稿しております。そんな中、テル選手はアンポルキアチャンネルにてサトル選手へのアンサー動画を投稿し、おいサトル、お前会場におるときは俺に何も言わへんかったよな、お前ビビり倒してたやんけ、お前が東大生と対戦したいって言ったからその気持ちを俺が汲んでやったんちゃうんけ、それが今頃になって自分がええように言ってな、俺に対して2連敗が怖いとか言ってるけど全然2連敗にビビってないからな、お前はネットの声は蚊みたいなもんって言ってたけど俺からしたら視聴者の声は蝶々なんよ、俺は視聴者が見たいカードをやりたいからな、ニッケン君が安牌とか言ってたよな、じゃあお前次にニッケン君とやれ、お前負けるぞ、お前目をキョロキョロしてな、お前が 1% でも可能性があるなら東大生とやりたいって言ってたから俺が気持ち汲んでやったのにその返しはなんやねん、お前と煽り合いみたいになってるけどお前が動画を出してきたから俺も出してるだけやで、お前がこのままビビる感じやったら俺はニッケン君とやったらいいなと思っとる、あいつの方が気持ちこもってるよ、この煽り合いみたいになってる感じでサトルと戦いたくなったとかは全く思わんな、あいつの言葉は全く響かん、俺はニッケン君とかのああいう熱い気持ち、ニッケン君は気持ちが熱い子だよ、俺は世間が盛り上がるカードをしたい、と語り、自身に対して挑発を入れてきたサトル選手に対しては全く言葉が響かない、気持ちの熱いニッケン君と戦った方がいいと自身の気持ちを語っております。この一連の流れにファンの中では、サトルとの間にストーリー性がないのでこういう動画でストーリー作ってくれるの視聴者としては面白い、2人が煽り合うおかげで視聴者も興味湧くし、2人にもお互いにイラつき合えて少しでもガチになれるようにというあれやな、てるくんいいね、視聴者としてはおもろなってきた、オーディション後にストーリー作るもありやね、などサトル vs テルを期待するコメントが多く寄せられております。注目の集まるサトル vs テルの行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。